さあ毎週月曜のこの時間はこの学校のウルトラサーバーにある秘密の研究室からパフューム研究員が登場です。吉本新喜劇の小籔さんのね主催されてる小籔ソニック出演、はい、今年されるということでおめでとうございます。ありがとうございます。先週そうだ、そして来てくれてたんだ。はい、ここにね生放送教室に、ベストアルバムパフュームザベスト P キューブのリリースを発表したパフューム研究員、あの時ありがとうございました。今夜はですね、今年2月から4月に行っていたワールドツアー、その現地で購入した来ましたお土産プレゼントの当選者いよいよ発表です。だいぶ時間経ってるから言わないであげて。パフュームロックス、パフュームロックス、starring perfume。ベストアルバムのリアクションを研究せよ。私たち Perfume、 9月18日に全52曲入りのベストアルバム Perfume The Best P Cubed をリリースすることを先週発表しましたが、はい、このリアクションがたくさん届いています。ありがとう。麦丸ちゃん、岡山県17歳女の子、麦丸、ベストアルバム52曲おめでとうございます。ありがとうございます。ワクワクだ、毎日聴きます。だってありがとう。楽しみにしてて。山形県17歳男性、パフュクラのシュウ君。シュウ君、すいません本当に3500円ですか、3500ドルの間違いではないですか。それベラボーに高いよ。なんやその値段、40万ぐらいするよ。そんな高くないよ、本当に3500円です。いいよ。そうなんです。もうこれはおばさんたちうるさくうるさく言ったからね、ねぎったねぎった続いてりょうくんって呼ばれたい滋賀県14歳男の子、りょうくん入っててほしい。チョコレートディスコとセラミックガールとか入っててほしい。ほほほほ、かわいい。これゆうかさんどうなんですか。セラいや曲は知ってるでしょ今聞いてたし。どうってなんだ、不服なんですか。ドッパッドッドッ、なんですか音、変な音したね。伝わったかな。じゃあ続いて、ベジタブル族のキャベミちゃん、17歳、静岡県。パフュームのただただラジオが好きだからレイディオ大好き、かっこ笑い、マジ笑いが止まらんくらい面白い。3人のテンション好き。ツイートしますわらわら、いやいや200字じゃ収まらんわらわら。止まらん、この子やばいな。マジ大丈夫、落ち着け、最高。いやちょっと名前がキャベミってところがもうちょっとあれって思ってたんだけど、キャベミ落ち着け。いや最高だ、友達になりたいわ。あげーって感じ、キャベミあげーって感じ。そう、今までのねアルバムにパフュームのただただラジオが好きだからレディオってよく入れてたんですよね、ラジオを、それを今回もやるんですが、今回皆さんからメッセージ募集したいんですよね。はい、パフュームのベストアルバム P キューブの中に入っててほしい、自分が一番入っててほしいなって思う曲をメッセージとともに、思い入れとともに書いてほしいんですけど、それにつけてほしいハッシュタグがマイベストパフューム、もう私の一番のパフュームはこれだ、もうこの曲のおかげで、私はこうなったんだみたいな、聞きたい、いろんな思いを聞きたいので、しかもそれをその特典ディスクに入るんですよね、はい、だから一緒に作品を作るっていうことですね、楽しみですね、いや楽しみ、ぜひたくさんつぶやいて、待ってますので、ベストアルバムの続報お待ちください。皆さんこんばんは、かしゆかです。のっちです。あーちゃんです。3人合わせてパフュームです、よろしくお願いします。ワールドツアーのお土産の特選者を研究せよ。今年の2月から4月にかけて行われた Perfume ワールドツアーのお土産ですね、その当選者を発表したいと思います。はい、今回用意したのはのっちが黒のフリンジのピアス、かしゆかがアンソロポロジーというお店で買ったコースターと、ホールフーズマーケットで買ったルームフレッシュなんです。あーちゃんはこちらの T シャツとTikTok のフォーングリップ2つです。ということで3名とね、みんなには言ってたんですけど、はい、6つ結局アイテムができたので、合計6名様にプレゼントしたいと思います。やったー、
そして今回はプレゼントを応募する際に Perfume を端的に表している英単語というのを一緒に送ってもらいました、はいはい、こちらも紹介しながら当選者を発表したいと思います。はい、これはすごかったね。すごかったね。すごかったね。しかもやっぱ多いものは一つあったけど、うんうん、結構ばらけてて、うん、ほとんど被ってなかったよね、うん、そう、そんなに単語出てくるって、そんな単語ある本当に浮かぶっていう、ね、自分じゃ絶対思いつかない言葉だったね。すごい考えてくれたんだろうね。嬉しかった。嬉しいですね。どうする、誰から行く、誰から行く、じゃあね、私から行く、ゆかちゃんから行く、はい、ラジオネームレモネード2317くん、はい、私が真っ先に思いついた Perfume のことを端的に表す英単語は、うん、シンクロナイズです。はー、なるほど。 Perfume のパフォーマンスはまさにシンクロ。ライブでの3人のダンスだけでなく、会場の演出、ファンとの一体感は最高です。特に Perfume の3人が3都市に分かれてパフォーマンスしたフュージョンはシンクロを象徴していると思います。場所が離れていようと気持ちでつながっているからこそ、あの場でもシンクロできたのだと思います、うん、3人が長い年月をかけて作り上げた Perfume にはこの単語がぴったりじゃないでしょうか。うわー、ありがとう、ありがとう、嬉しい。そしてちょっと恥ずかしいそうだね、自分で言うのが恥ずかしいだからねえ、誰か読んでってそうだ ね、うん、ちょっと自分で自分褒めるみたいなこの褒められ方が一番気に入りました私はこれが好きですっていうあーやめてやめて、あーちょっと恥ずかしい、バーンとかしないで。でもすごくね、ここまで考えてくれたのが嬉しかったので、うん、選ばせてもらいました。おめでとう。このレモネード2317くんには、うん、ホールフーズマーケットで買ったルームフレッシュナーの方をプレゼントします。イエーイ。ではもう一人、うん、大阪府女性24歳、桜もちーずちゃん。はい。Perfumeを端的に表す英単語はプロミシングだと思います。プロミシング、善と有望なという意味があります。へえ。この単語はプロミス、約束するから来ており、うんうん、今まで約束を実行してきたチーム Perfume、 そしてチーム Perfume のこれからの挑戦に期待を込めてこの単語を選びました。素敵、すごい、素敵。この褒め方が私は好きでしたあー、やり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 、油断しないで有望だもんね約束してきたもんねやばいグループだな、本当にやだな、恥ずかしいな桜もちーずちゃんには、うん、アンソロポロジーで買ったコースターをプレゼントします。おめでとう、おめでとう、ありがとう。じゃあ私あーちゃんが行かせてもらいます。はい、これはねやっぱりあの多かったんですよ。うん、私が思う Perfume を表す英単語はフューチャーです。フューチャー。 Perfume さんを見ていると楽しくて嬉しくて、そして本当に可愛くって綺麗で、何よりも勇気をいただけて、辛い時に頑張れって背中を押していただいてるような、だから今を楽しんで精一杯頑張ろう、前に進もう、未来をよりいいものにしようという気持ちになります。いつも Perfume さんを通して本来の自分を見ているような、そんな気分になります。私はこの時間がすごく好きで幸せです、とくれた春夏ちゃん、女性16歳、大阪府の女の子です。おめでとう。これは、うん、半年ぐらいかけて日本と世界と回ってきた、うん、ずっとフューチャーと言ってきましたから、言ってきたね、はい、してきましたその結果かなと思いますし、うん、この言葉がうちらを見て浮かぶっていうのはやっぱり本当に光栄です。嬉しい、うん、みんなの希望、未来でありたいと思っています、うん、と、この褒められ方が気に入りました。見えました。これはね、こちらの T シャツをこの子に、春夏ちゃんにプレゼントしようと思います。はい、どうぞ。じゃあ続いて、じゅんじゅんたんくん、24歳、愛知県の男の子。Perfumeを端的に表している言葉はチーム、うん、こんなにチームの絆を感じられるアーティストは他にいないし、メンバーもよくチームPerfumeって言葉を口にするけど、うん、関わっている全ての人がPerfumeを構成していることからこの言葉を選びました、うん、自分もチームPerfumeの一員になれて嬉しいです。嬉しい。そうだね、なんかやっぱよく使うシンプルな言葉だけど、うん、やっぱシンプルな言葉が嬉しいもんだなって思った今ね。嬉しいね、うん、このじゅんじゅんたんにはこの TikTok のあフォーングリップ&スタンド、はい、うん、プレゼントします。はい、使ってね。おめでとう。
じゃあその私もう一個このフォングリップあるんですよ、うん、だからこれはノッチに一個いいですか。はい、じゃあ単語からいっていくよ。私にとって Perfume とはレイです。 R-A-Y のレイ、レイは一筋の光という意味を持ちます。ちょっと喋ります。はい。6年前Perfume に出会う前、私は進路も趣味も将来も全て親に決められていました。しかしそれに何の違和感も覚えることなく、ただただ感謝して言われたように中学受験勉強をする日々を過ごしていました。しかし私は Perfume との出会いを機に夢や目標を持つようになりました。最初はただ浮世離れした3人の雰囲気や美しさに心を奪われていましたが、途中から3人の壮絶な苦労、人間性にも興味が湧き、最終的にチームPerfumeの表現する芸術や3人とチームの関係性に強く興味を持ちました。そこから私は音楽、芸術、言葉、映像、ファッションなどで何かを表現するクリエイティブレーベルを立ち上げるという目標にたどり着きました。Perfumeと出会う前の私の世界には光がなくて何も見えませんでしたが、Perfumeという一筋の光を頼りに自分の道を見つけ、夢に向かって歩き出すことができました、という沢塩ちゃん、埼玉県15歳の女の子です。15歳。15歳。すげー。そう、素敵じゃない。素敵、嬉しいね。なんだかこうやってPerfumeを通して自分の夢、目標を見つけてもらえたっていうのがすごく嬉しかったし、この一筋の光っていう意味のレイ、うん、あんまりなんかレイっていう言葉Perfumeに言われたりとか、うん、出会ってこなかった言葉だったから。そうだね、うん、なんか3人組だしね。うんうんうん、素敵だなと思って沢塩ちゃん選びました。じゃあ、あーちゃんのポングリップ、はいはい、プレゼントしたいと思います。じゃあ最後、うん、あとはピアスですね、うん、読みます。単語はミラクルです。まず3人が巡り合えたこと、誰一人欠けずに活動を続けているところ、同じ時代を生きていることなど、当たり前じゃない凄さ、奇跡を感じてミラクルにしました、というあったらこちゃん、山口県の23歳の女の子に、私のピアスを差し上げます。おめでとう。まあちょっとお姉さんな方につけてほしかったしね。そうなんだね。そう、ピアスなんで、だいぶ大人なんでね、うん、うん、たくさん使ってくれたら嬉しいです。はい、皆さんたくさんのメールありがとうございました。プレゼント当選した皆さん、おめでとうございます。校長教頭、先週は生放送教室ありがとうございました。ずいぶんね、マニアックな曲を教頭が上げてくれて、ね、あれ、この人愛深いんじゃないかって、おって思いましたけど、嬉しかった、うんうん、校長が言ってくれてた、この曲入っててほしいなの曲、はいはい、大丈夫ないのことだけど、You will! なんで英語っぽいの？あーちゃん You will! 何よ、めっそうに言う、まだ確定出てないわけだからさ。まあそうだね、入ってるか分かんないよ。え、今かかってるけど別に確定はしてないからね、これね。でも入るでしょ、絶対。いや、分かんないですよ、ここら辺。俺まさにさっきもね、話し合ったその英単語のやつでね、ミラクルって言ってたけどね、はい、特にこの曲とかも俺はすごいミラクルを感じるわけ、はい、なぜかというとね、この3人の身長が例えば1人でも10センチ高い、はい、10センチ低いとかだったら、うん、この大丈夫ないの踊りは、まあ、他の曲もそうなんだけど、特にこの曲は俺成立しないと思うし、ちょっとそこが合ってるから、奇跡的にミラクル的に同じようなそのルックスっていうか、なんていうの、なんか身長とか、そう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 、ってことですよね。だからこそ出来上がってるってことで、まさにその起こせミラコってことになってると思うんだよな。うん、教えてくれよこれ。まあ、入るね。なりますからね。入るねって分かんないけど。9月18日リリースのベストアルバム Perfume the Best P キューブド。はい。全部で52曲。77色、さらにもう一曲最新曲が入っ
って、うん、さらに永田康孝先生がマスタリング新たにしてんのかなこれね。でその新曲のうちの1曲七七七色、これあの初で一緒に聴かせてもらったりとかしたけども、はい、この間これがね7月4日、うん、7月4日の金曜日でいいよね、うん、あれ7月5日じゃない、あれ違う5日、ごめん7月5日金曜日か、7月5日、うん、5日金曜日の24時、はい、から配信スタートなんで、うん、ぜひみんなこれであの心置きなく聴くことできるので七七七色ってことで、バフィム研究員、今週もどうもありがとうございました。明日のこの時間はスクールブロックの進路室の代表アレキサンドロス先生が登場。アレキサンドロス。スクールオブロック。